はいどうも、イズログです。ですね、まあ一応家帰ってきて、これからまあまだちょっと働かないと金がないということと、ちょっと家、雨の日に家いなかったから分かんなかったけど、ちょっと雨漏れ屋根してるんで、ちょっとコーキングしてからまた出稼ぎ行きたいなと思うんですが、まあ一応一番の問題と、まあこの家の木もですね、まあまず計画を言うならば、はい、まあこの柿の木ですね。この柿の木とこの庭の木を全部、ぶった切っていきます。それとあとこのコンクリートの塀もぶっ壊していきます。まあ理想を言えば、ちょっとこの書斎ですね。書斎のところを、まあ駐車場にしたいなと。いう感じです。でそうすれば3台入るんですよね。であとは理想を言えば、ちょっとあそこの風除室って書いてあるのをちょっとぶっ壊し、まあ、もう一回作り変えないとダメかもしんない。で、まあ、大体玄関ドアの前までちょっと車をバックできるようにしたいですね。あとで、あと最近っていうか、やっぱりね、確信に変わったんですけど、まあ、ここだけ異様に蜂がかかってるということで、まあ、ちょっとね、まだ草買ってないから分かんないけど、まあ、今ちょっと一匹入ったんだよね。まあ、いつもちょっとこの蜂取りをね、ちょっといっぱい増やしたんだけど、どうやら奥の細い木、あれだね、細い木の根元に床下に入る、を一匹入ってったね、今。まあ、ここに、まあ、どうやら床下に蜂の巣があるらしいね。今、働き蜂が入ってったりしているから、入った。から、まあ、まずこの柿の木をぶった切り、まあ、ここ、書斎っすね。まあ、ここ書斎なんだけど、ここを、縦列で入れれるように、駐車場にしたいっす。で、あともう一個の難点として、まあ、この間も言ったんだけど、まあ、ちょっとこれから除草剤巻いてから、ちょっと住み込みバイトは行くんだけども、蚊がすごいな。まあ、この、ポールが立ってるところのこの汚水管。このね、汚水管のこの周りね、これさ、がっつり出すぎじゃん。ちょっとこれセメントでやりたいんよ、マジで。だからこの周りに土を、蓋が見えなくならないように、まあ、ちょっとこの柿の木の根元の土をね、まあ、バーッと移し、まああとあそこら辺のね、ちょっと蜂が俺怖いから嫌なんだよね。まあここの石もね、ちょっと移動して、そうだね。あとここら辺の木を切る感じだね。これ本当はね、ちょっとここぶっ壊せば、この、あそこまで。このドアの前に車ドーンってつけらんないかなと思ったんだけど、冬場はちょっと落雪で、多分雪、落雪はないんだけども、まあ、多分ここにやると、この落雪をどうしようかなって感じ、屋根の V 字がこっち落ちるようになってるんで。まあ、あと、まあ、ちょっとあと予算と、まあ、ちょっとあとは住み込みの仕事の兼ね合いと貯金だね。まあ、何はともあれゴールデンウィークからやっていくんで、まあ、まずはこの外回りからだね。で、あとはこの駐車場にここを置いておくとね、柿の木が車に直撃するんで、まあこれはいかんな、ということで切ります。はい。なわけでぼちぼちやっていきます。